こちらは買ったもの。かわいいでしょ。そんでもってこちらは作りましたよ。こんにちは、うさんこです。今日はボックスティッシュケース作りたいと思います。家にあったこちらのケース参考に作ってみました。あ、箱にねちょっとメモなんてしてるんですけど、こちらはラミネート生地で作られています。なので水に濡れても大丈夫な仕様になってますね。この部分だけ布が2枚になってます。引っ掛けるところもあります。こちらは周りバイアステープでくるんであるんですけど、今回は1枚布で作ります。布で簡単に作るのでちょっとね生地はたくさん使っちゃうんですよね。ちょっとこちら取り出してみると、そこにね返し口があります。本体の布にサイドの布を縫い付けて作りますよ。材料はこちら。布は柄の向きが目立たないものをおすすめします。取り出し口を留めるのはボタンでもいいし、マジックテープでも構いません。今回はアイロン接着できるものにします。必要なサイズに切って使います。こっちはねそのまま丸いタイプなんですけどね。紐とタグはお好みで、ここについてるとどこかにかけられます。タグはワンポイントになるかなという感じですね。なくても構いません。反対の布です。ちょっと大きいのでね2つ折りにしていますよ。画面にね入りきらないんでね。サイズは28センチ ×86センチです。サイドの布は2枚用意してください。26センチ ×16 センチです。まずは本体部分の布を作っていきます。布を中表に合わせて短い辺を中心に返し口を作って縫い合わせていきます。縫えたらアイロンで縫い代を開きます。縫い代を開いたら布の向きを変えます。布の中心と縫い目を合わせてください。上下の長い辺を縫い代1センチで縫っていきます。縫えたら角を切り落とし、縫い代を開いておいてください。縫い代が開けたら表に返します。表に返したら角をきちんと出します。角がきちんと出てる方が今回は仕上がりが綺麗に見えます。アイロンで形を整えますが、表布が1ミリぐらい出てるような感じに綺麗に形を整えてください。裏表ね同じ柄なんですけど、綺麗に形整えると仕上がりが綺麗になります。返し口も閉じてくださいね。サイドの布は中表に合わせます。そこに返し口を残して周囲を縫い代1センチで縫いますが、輪の方は端から2センチのところからスタートしてください。ここからスタートして下から8センチのところにこう斜めに合わせます。ここからはまっすぐ返し口まで行ってください。ケースにした時にねここ斜めの方が中に綺麗にこう折り込みやすいかなと思って斜めにしています。まっすぐでも問題はありません。縫えたらちょっと縫い代が広いところと角を切り落とします。縫い代を開いて表に返します。表に返したら角をしっかり出して、表布が1ミリぐらい見えるように形を整えます。布を縫い付ける場合はこのタイミングです。下から3センチのところにタグの下が来るように縫い付けてください。パーツが準備できました。サイドの布を縫い付けていきます。タグが付いてる方が下側です。本体の中心とサイドの布の中心を合わせます。両端1センチずつ開けて縫い代 0.7 センチで縫ってください。
縫い付けにくいことはないとは思います。両端1センチ開けて縫えました。縫えたらサイドの布、ここ1センチ空いてるところあるじゃないですか。サイドの布をこう折って、サイドの布と本体の布を沿わせて縫っていきます。角はね、こんな感じで三角にして縫わない側に倒して縫うと縫いやすいです。下から 0.7 センチのところからスタートしてずずっと縫っていきます。縫うのは布端から7センチのところまで縫ってください。ここがね、ちょっと分かりにくいかもしれません。こんな感じにね、縫い上がるんです。角がね、ちょっと開いてます。ちょっとね、こうピシッて縫わない方が縫いやすいかなと思ってこうしてます。両方縫い付けられました。反対側も同じように縫っていくんですが、フックにするリボンつける場合は端をちょっとまとめて塞いでない返し口に入れてください。こんな風にね、差し込んで先ほどと同様に両サイドを1センチ開けて縫っていきます。縫い代 0.7 センチで縫っていきます。縫えました。縫えたらまたサイドを先ほどと同じように縫います。ここで完成じゃないんですよ。あとちょっとありますよ。取り出し口にボタンつけていきます。今回はこちらのようにマジックテープにしますね。アイロンで接着するタイプを4センチ ×2 センチにカットしました。あとは隅にアイロンでつけるだけです。できました。完成です。わー、ちょっとね、ゆとりがあります。両サイドの布を倒してここを閉じると樹ケースになりますよ。ほらね、素敵でしょ。サイドもいい感じです。ちょっとだけね、ゆとりがあるようにしてます。ちょっと縫い代の感じで微妙にサイズは変わってくると思います。余裕を見た布サイズにしてるので、これ以上ね、布は大きくしない方がいいかと思います。ピタッとサイズがいい場合は縫い代 0.7 センチじゃなくて1センチの方がいいかもしれません。サイドの布は上までこう縫って入れてもいいかもしれません。サイドを今 0.7 センチで縫ったじゃないですか。1センチで縫うとかなりピシッとしてきます。ちょっとね、ティッシュボックス、いろいろタイプがあるのでアレンジして作ってみてください。オリジナル布でティッシュカバー、ティッシュケースっていうのかな、作れるといいですよね。ぶら下げて使っても便利です。今回使用した布はリバティのシーチングです。パナローンで作る場合は厚手の接着芯貼ってくださいね。直線縫いで作れます。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。日々の様子は Twitter、Instagram でチェックしてみてくださいね。さんこチャンネルで検索すると出てきます。また別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。